アレコは、ロシアの作曲家、セルゲイ・ラ・フマニノフによる一幕のオペラ。モスクワ音楽院卒業作品として1892年に作曲された。原作は、プーシキンの物語誌、ジップシー。台本は、ネミロービチダンチェンコによる。演奏時間は、約59分半。ジップシーの娘に惚れた貴族の青年、アレコが、 若い男と浮気をした娘とその男を殺してしまう、悲劇である。アレンスキーの作曲家クラス。左からコニュス、モロゾフ、アレンスキー、ラフマニヌフ。1892年4月3日、モスクワ音楽院作曲家で、アントガ・アレンスキーに学ぶ3人の学生たちに、卒業制作の課題として、一幕物のオペラの台本が渡された。3人の学生とは、 ラフマニノフの他に、ニキータモロゾフと、レフコニュスである。彼らには4月19日までに、これをもとにオペラを作曲することが課せられた。台本を手にすると、ラフマニノフはすぐさま家に帰り取り掛かった。その日はおり悪く、同居していた父が客人を連れ込んでいて、作曲に集中できる状況になかったが、辛抱強く、翌朝から取り組み始め、4月6日には、 全曲が完成した。5月19日に卒業試験として、ラフマニノフ自身により演奏され、金メダルを授けられた。チャイコフスキーの働きかけにより、1893年5月9日に、モスクワのボリショイ劇場にてアリターニの式で初演された。チャイコフスキーはリハーサルにも立ち会ったばかりでなく、実際の上演では、聴衆の喝采を先導した。ラフマニノフは後に、 初演の成功は、このチャイコフスキーの喝采のおかげだったと語っている。この初演は作曲者の父と祖母も干渉した。同年10月には作曲者自身の指揮で、キエフ初演が行われた。ラフマニノフにとってこれが、オペラ指揮者としてのデビューとなった。彼は、この公演のために、サンクトペテルブルクで行われた、チャイコフスキーの公共曲第6番。 悲壮の初演に立ち会うことができなかった。それぞれ、キエフとサンクトペテルブルクに旅立つ直前に、モスクワで、互いの成功を期して、言葉を交わしたのが、両者の最後の別れとなった。シャリアピンとラフマニノフ1899年6月8日には、プーシキン生誕100年を記念して、作曲者自身の指揮によりサンクトペテルブルク初演が行われ、ヒョードル・シャリアピンが主役を演じた。 シャリアピンはサーバ・マモントフの主催する施設オペラで出会って以来のラフマニノフの名優で彼は生涯20度このアレコ役を演じた。特にアレコのカバティーナは彼の主要なレパートリーの一つとなり録音も二度している。以来この作品はロシアオペラのレパートリーの中に慎ましくその名を留めている。主にワークショップとして あるいはアマチュアの劇団によって上演されることが多い。1977年には大阪にて、モスクワアカデミー音楽劇場化劇団により日本初演された。ピッコロ、フルートに、オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバー、トライアングル、タンブリン、シンバル、大太鼓、ハープ、 言語部設定されている時代は19世紀初頭で、舞台は南ベスサラビアにあるジップシーの野営地。ありがとうございます。